じゃあ、可愛い後輩たちに、ちょっとだけ情報をあげようかな。この認識カードで、簡単に言えば、情報をチャクラで記号化して、焼き付けてある札のことだ。面白かったな、満点。だよね、飛天庵ちゃん。なんか力が余ってしょうがねえや。やっぱこの額に仕込んだ紫紺の効力は活かしてるぜ。いつぞやの夜以来だな。お二人さん、もう終わりか。別に急がねえから最後まで済ましちまいな。待て待て、こっちに戦う気はない。女ってスピリチュアルな話好きなんだよな。俺は手っ取り早くエロい方向に持っていきたいってのに。でもいきなり下ネタ言ってがっついてると思われんのもやだし。そうだ、ちげえすげえ、もう一回上がってみようっと。サングラスで視線を隠して帽子を取って同じやつとわからなくしてそして3分間待つ。知らねえのか、リバーザストリーといえばちょっとした有名人だぜ。それが道に迷ったんだよ。方向音痴なんだよ。マイザー、俺はセラードの気配をすぐそこに感じているのだがな、お前は何も感じないのか。まあいい。なあお前ら、事件を聞きつけてやってきたみたいだな。暴走したゴーレムを探しているんだろう。俺はギリコ、エンチャンターだ。案内してやるからついてきな。お前の言う通りさ。ああ、俺は剣を振るしか能のない人間だ。俺が初めて人を殺したのは、まだ右も左もわからないガキの自分さ。面白いセリフだ。そいつは、女さえ自由ならてめえに勝てると思ってる奴のセリフだぜ。てめえがボロボロになってようやく勝ったそこのカスより、俺の方が上なんだよ。てめえは終わりだ。